はい、皆さんおはようございます。今ね、宿泊場所の近所の公園に来てますけど、ここのね公園でね車検があるんですよ。で、あっちでやってるんですけど、まあいろんな車来てます。なんかイギリス大好きアストンマーチン、かっこいいっすねアストン。なんかインサイトってこんな車高高かったっけ。すげえ久しぶりに見たんだけど、初代インサイト。うわ、こんなんで出るんだ。でね、AMG GT なのかな、これはよくわかんねえんだけど、この辺はね、兄弟でスーパーカー大好き、三草くんが よく詳しいと思うんだけど、なんか、うん、多分 AMG GT とかだと思うんだよな。昨日のビオルンのディアブロ、ビオルン本人います。ほんで、まあ大体こんな形でいつものごとくで、先頭の方で車検をやってます。車検はね、まあ基本的にはね、どこの国も同じ。ただここはね、タイヤとかのね、接地面というのかな、その部分とかのチェックとかも走る直前までやっててかなり厳しい感じ。なぜか 3.8 ウィング。はい。こんな感じでやってます。かなりね、細かくね、見るんで、普通にシートベルトとか、あとロールケージね、ロールケージって言わないと、向こうミッドナイト関係の、スキンヘッドの怖い人に怒られちゃいますから、ロールケージと言います。で、大体まあ普通の車検がレースのと変わらないっていうのはあんまり言うね。でね、車両の特徴としてこれね、ラリコンみたいなやつ、まあこういうのが入ってるんですよ。これで一応ね、高速ラリーという名目でやってますから、高速ラリーって言ってもね、指定速度がね、アンリミテッドっていう制限なしもあれば、180マイルとか約300キロくらいの指定速度とか、わけわかんないっす。もそれもうラリーじゃねえだろうと思うんだけど、まあ、そんなところですね。はい、こっちの車もね、そう、あとね、珍しい規定としてはね、消火器とかまでは普通なんだろうけど、水を積んどけとかっていうのがね、あれは規定なのかな、もしかしたら推奨かもしれないんだけど、やってますね。水を積んどけ、すごい実用的な規定です。あとはね、はい、for YouTube. He's a car guy and he writes magazine articles. And これも私の役読。はい。で、はい。ディアブロ。すんげえ出てんだよな。ビオルンはもう腐るほど。そのうちね、前見えなくなっちゃうと思うの。車検のシールで。です。とりあえずざっとこんな感じです。以上、車検会場でした。はい、こちらね、シュートアウト会場です。で、シュートアウト会場、まあ、要は何だろう、日本語で加速教員かな。まあ、その会場に来てるんですよ。でね、シュートアウトっていうのは、ハーフマイル 800m を走って何キロ出るかっていうのと、あと、1マイル 1.6 キロで何キロ出るかっていうのを向こうの高速、向こうの道の方でやるんですね。でやるんだけど、今ね、ちょっと車のね、この今半分残ってるんだけど、残りとか、今出走に行った半分の方の1台がクラッシュしました。で、今一応止まってる形です。ちょっと微妙に緊迫してます。で、今残ってる車の方は1マイルの、シュートアウトの方の速い方の組ですね。自分が去年乗っけた、
YouTube に載っけたトランザムと、あとはこれ仕上がりがすごい綺麗なんだけど、シェルビーかな、なんかようわからんけど、なんかデイトナコブラのレプリカとかそんな感じで、これも同じようなもんで、こっちがフォースのカマロ、ほんでこっちがムスタング速そうで、今回大注目 C8 コルベット Z06 ツインカムですね。これはね、明日カーショーだからね、しっかり撮りたいなと思ってます。で、これは、ムスタングなのかな、シェルビーって書いてある、シェルビーだからシェルビーなんでしょう多分。中でみんな向こう行っちゃって、なんかなんだろう、何かが発生か、まあいいや、自分わかんないからな、来たばっかだから。でちょっと昔のムスタングと、C7 かな、 C7 と C6 かなです。なんとここに貼っとるぜこの人。いやとにかくね、このね G06 のね加速音聞きたいな、早くファーンと、楽しい意味でございます。このコックピットいいんだよな、 G06 というか C8 の。ちょっとね昔の80スープラみたいなコックピット感があっていいですね。なんだろうこれ、これカメラかな、やっぱり。あ、カメラだ、これカメラっしょ、360度とかなんかの。でガツガツに固めてますね。でクールスーツ用のアイスボックスがついてます。でまあとにかくやる気満々な内装です。とりあえずねちょっとね今競技ストップしてるんで、また様子を見て、撮影再開します。ほんではほんでは、はい、今は、シュートアウト競技の、スタート地点付近に来てます。こちらはねワンマイルシュートアウトなので、1マイル 1.6 キロを加速して何キロ出るかっていう状況で、皆さんやられています。でなんか今ねこれワンマイルなんだけど、ハーフマイル、800メータークラスの方で、クラッシュがあって、でどんなクラッシュかって聞いたら、なんかあの女の人がコルベットに乗ってて、それでなんか心臓麻痺を起こして、そのままボランティアで手伝いに来てる人の、コルベットに突っ込んだみたいです。3台になんか突っ込んだ模様でございます。で、こっちがねスタートラインの方で、ここね消防車と、あとレスキュー救急車、これですね、来てますね。ホワイトパウン、ホワイトパインカウンティ、ホワイトパイン郡の、なんか救急車が来てます。はい、では始まりますね。
はい、ですね、走り終えたのが、全員帰ってきましたね。これワンラウンド、1ラウンド目終了って感じですね。冬足らしいラウンド、静か。音最高にいいな。ゆっくり走っても音がいい。G06。いやあ、めちゃな音ですね。はい。あとは今時の車かな。このムスタングもね、なんか新しく見えちゃう感じ。本当今時の車ばっかりで。なんかウインカーつけてるけど、はい、とりあえず、そんな感じで1ラウンド目終わりました。次2ラウンド目入ります。あのね、向こうに切り返してんのね、一番奥のとこで。はい、で行ってもトンネルは多分これと、あと黄色の G06